生田美幸氏は日本の工学者、東京大学名誉教授、名古屋大学名誉教授、大阪大学名誉教授。森正弘に憧れ東京工業大学を目指したが必ず、大阪府立住吉高等学校卒業後、1年間の大学受験導入生活を経て、1977年、大阪大学工学部金属材料工学科卒業。 1979年、大阪大学基礎工学部生物工学科卒業。1981年、同大学院博士全期課程修了。1987年、東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程制御、工学専攻修了。論文の題は、形状記憶合金を用いたサーボアクチュエータの研究。森正弘に指示。 1987年、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、ロボットシステムセンター主任研究員。1989年東京大学工学部、係数工学科専任講師。1990年九州工業、大学情報工学部機械システム工学科助教授。1994年名古屋大学大学院、工学研究科マイクロナノシステム。 工学専攻生態医療マイクロマシン講座教授。2010年4月より、東京大学先端科学技術研究センター教授。同年史受報賞受賞。2019年東京大学名誉教授、名古屋大学名誉教授、大阪大学特任教授、大阪大学栄誉教授。2021年立命館大学総合科学技術、研究機構教授。 バジーシステム研究所研究部特別研究員、大阪大学大学院医学系、研究科小平教授、文部科学大臣賞、IEEE、e、ロボティクス部門30年間で最も影響を与えた、論文賞、市村学術賞、グッドデザイン賞など受賞多数。ありがとうございます。